愛知県瀬戸市出身の史上最年少14歳のプロ棋士藤井聡太四段がデビューから11連勝の新記録をかけ小林宏七段と対局しています愛知県瀬戸市出身の藤井聡太四段は去年10月史上最年少の14歳2ヶ月でプロ棋士になりました藤井四段はデビュー以来白星を重ね現在10連勝中とデビューからの最多連勝記録に並んでいます 今回は11連勝中という11連勝という新記録をかけ、小林宏七段と対局しています。対局は午前10時から大阪市の関西将棋会館で始まり、先手の小林宏七段の初手、7 6歩に対し、藤井四段は8 4歩、差し手の速さが特徴の小林七段に挑んでいます。持ち時間はそれぞれ3時間、藤井四段がデビューからの連勝の新記録を達成するか。 熱い戦いに注目が集まっています。